そう私が最近読んでる本の、えっと、タイトルが「限りある時間の使い方」っていうやつなのね。<ー>でこれさ「4,000Weeks」4, weeks っていうあのアメリカ人の人かなオリバー・バークマンっていう人が書いたんだってでそれを日本語版にして出てるやつをうん、うん、私がこの間日本を書いた時に、うん、本屋に走ってって「蔦屋」に。 であ本が欲しい本が欲しいと思った時あんまり時間もなかったわけよ、うん、選べる時間が、うん、結構時間欲しいじゃん本選ぶ時に、ね、そでちょっとトイレ行きたくなって帰ってきてもう一回選ぶみたいなやりたいそう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 ,ててう結構時間かけてさちょっと初めとかも読んでうん、うん、でね品選びしたいのに、うん、全然私は時間がなかったからさとりあえずなんかこの売上トップ10みたいな感じというかパーって並んでたわけ一番。 からでそれで、ね、んかバーって目に入ったからとりあえずもう取ってかおちゃんすっげえお茶こぼれをしました今うちのカウチの上でえっとそれをとりあえず取ってで持って帰ってきたわけですねっでとまだね半分までも読んでない3分の1終わったって感じなんだけどすごい好きなんだよね意外ですかすごい何の話の,<は>何の話なえっとね、人生は 4, あ、 四千、四千週、週、一周とし、一周じゃん、一週間。あ、一週間があるとすると、人生は人間っていうのは、四千週間しかないんだって。うわ、怖。そうやって言われるとすんごい、あら、短って思うでしょ。で、なんか、世の中には、その一日の中でやることがありすぎるって、みんなか、考えてさ。 ね、みんなまあ多分そうだと思うけどあのやることがありすぎるって考えて例えばじゃあ、えっと、4時に起きるとかさよくあるじゃん YouTube とかでもさ。うん ウェイなんかモーニングルーティーンとか言って4時に起きてウンタラカンタラでジムに行ってこれをしてあれをしてパキパキパキみたいな、うん、でやるとなんかまあ朝から脳が冴えるからなんかそう朝やる仕事がなんかもうガンガンガンとできてみたいな効率よく一日が過ごせましたそう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 ,そういうやり方とかさなんかいろんな方法をみんな見出すわけよっていうのもやる、うん、やるかやらなきゃいけないことがたくさんあるからそれを一日の中に埋め込むためにどうにかみんな工夫してるわけ、うん、で。 あの中にはさそういうちょっと便利なあの家電グッズとかもて加えてもう最短でやるとか例えばあのご飯作るのを最短に作れるとかさ掃除を最短にできるとかさそういうのをみんな入れ込んだりとかしてどうにか時間を作ろうとみんなしてるんだけど結局時間を作ったところで自分のやらなきゃいけないことっていうのはや,わや,らやれ終えたとしても。 そこでまたやった感がなくなってしまうわけよ。っていうのももっと他にもやらやらなきゃいけないことってのは出てくるから。うん、で、そのさい、もの時間を減らしたからこそ、今度自分はもっとやらなきゃいけないことが勝手に増やしてるんだよね。うん。そうなわけ。って言って、で、だから結局例えばその長い時間で見たとしても。例えば今、今のしっちき、これをこうやってやってって。で、一年後にはこういうふうに。 するとかっていうのも、うん、と結局そういうふうにやってったとしても、うん、とそれが成し遂げた時にもっとやらなきゃいけないことが出てくるみたいなことそうういなわけ終わりが結局ないっていうわけ、うん、で,でみんなその現実を受け入れられないから気を紛らすためにそうやってなんか朝早く起きてみたりとか、うん、あとはなんか。 ね、このやらなきゃいけないリストを作るとか、うん、そういういろんな方法を見つけてやってるんだけど結局私たちがフェイスしなきゃいけないのは、うん、ともう私たちにはその限界があって人生この生まれてからね死ぬまでに限界の時間帯なわけがあるわけよ決められた時間があってその中でやらなきゃいけないことっていうのはあるんだけどそれをまず選ばなきゃいけないわけよね。 でもやらなきゃいけないとかやりたいことを全てできるわけではないから自分で選ばなきゃいけないで選ぶことにもっとその意味が出てくるでそうするとそのあの私はこの2パターンあったとして A と B あったとしてで A をやりたいから B を捨てるんだけどもこの B を捨てることにすごく価値があるわけよ。てていうのを A を選んだことに対して もう本当に全力を尽くせるからね。うんっていうことだからその選ぶことに対してすごく重要さが出てくるというかう意味が出てくるわけなるほど、ね、そう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 かね、そういう感じの考え方、まあ、時間の考え方だったりとかあと人生の考え方みたいなの,のが本に書いてあるから<ー>なんか結構いろんなあのちょっと見方が違う,違うところから見てて,て面白い。うん分かる ちょっと読み終われたら貸してくれや。これねすごいなんかなんていうのかななんか成功したいとかさなんか思ってる人とかっていうのはそういうの考えがちじゃないなんかもう効率、ね、どれだけ量をこなせるかいやそう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 ,そうでも効率よく時間をあのち仕事やってったらさできちゃうからもっと今度やるんねで他の人の仕事とかもやるんね で、今度いっぱいいっぱいになってみたいな、で、また今度、あ、じゃあ、じゃあ、もっと早く起きなきゃみたいなさ。そういう感じ、で、自分もっと、もっと、もっともっと忙しくする。っていうこと。そう、だから。そう、そう、そう、すごい、なんか、すごい、いいよ。うん。面白いね。うん、ちょっと、あんまり上手に説明できてないけど。まあ、でも、まだ、読み始めだからね。三、三分の一って感じ。そう。まだ、今から、また、いろいろ出てくるんじゃない。そう、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 そう。ちょっと貸してくれやそれ、分かったらな。すごいいいぞ、長いけどな。私は、これ、すごい、最近、あの、気に入ってる本です。 私もね本この前あちょっと今ねタイトルを探そうと思ってるんだけどあの白、ー、っていう白 <laughs> っていう本なんだけど白白原賢也さんが書いた本なんだけど、うん、原賢也さんはね何をしてたかななんかプロダクトデザイナーかなんかをやってて、まあ、デザイナーさんなんだけど、うん、要は、うん、でその白私はほら、まあ、一応デザイナーやってるからさ、うん そういう本も一応インスピレーションとして読もうと思って、うん、あの半分が日本語で同じものの訳が英語訳が後ろに載ってるのよ。はあ、だから面,面白いね。面白いね。で、うん、まあ何かっていうとさ、その余白について話してるわけ。はあ。あのあ何,何の余白？その白、白っていう色、白って色じゃない？うん。 でもその色以上にその白がこう与えるもの白い余白とかこうね白,の白の美学がねいろいろ書かれてるんですよ。んかこう白をただ白と見ないで白って真っ白な部分自分がどうやってそれを捉えるかによって変わり合えるものじゃない。 今度貸してあげるよなんかめっちゃアーティスティックなあでもね面白い普通に面白いよなんかそんなにデザイナーだからとか,、うん、なんかそういう仕事してなくてもなんかこう物の見方が変わる感じで面白い余白について考える本ってさいっぱいあるじゃんこの、ね、世の中にうん、うん、いっぱいあるからこそさ時間かけて読むしさうん、うん、だから選ぶのって結構あれじゃないなんか 大変大変っていうか私は本当にこれバッて手に取って持って帰ってきてよかったって思ってるけどほら時間かけて読まないといけないじゃんか本ってそうだねね私結構でもね早い本なんで、ね、読むのパーって読んであっごい時間かかかるタイプ昔から結構本読んでた？あ昔はあんまり読んでない大人になってからすごい読むようになったね。そ うん、そう私もか昔からね学生の時からずっとあの小説読むのが好きでっ昔っから読んでる人ってやっぱ早いよね、うん、読むのなんかポイントポイントで多分カカって多分見てるんだうけどあそうなんだでもたまにあるよこうなんか小説とかでもなんかこうゆっくり読みたいタイプの本と、うん、そうじゃないのとか、えー、そう私はでも小説基本的には小説とかが好きだからでもね、あのー、翻訳された。 アメリカ人とかこう西洋の文学を日本に、はい、日本語に翻訳したものが、はい、すっごい苦手なの私あこれはこうまさにそうあでも、ね、多分それは大丈夫そ,のそういう自己啓発とかの本は多分大丈夫なんだけど小説がもうだめだねあ小説ねストーリー系ね入りづらくってだめ私は日本の古典文学とかが好きだからうーんそう。 面白いね。はい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 あの学生の時心とか読まなかった夏目漱石のあああのうん読まなかった <laughs> 読まなかったでも教科書に入ってたでしょ原文かなんかーいやー覚えてないな<ー>うそ、ん、私ね学校でねあの、点数は良かったのよなんか超頭いいわけでもないけどなんかすっげえバカでもなかったようううんうん、うん。まあ緑の章ぐらい緑 <laughs> <laughs> ぐらいかな いろいろだからテストとかパスしてたけど、でも頭に全然入ってない。あとりあえずパスをするだけして。いやいやいや、なんから勉強一週間バーって頑張って週間試験の前とかでやるんだけど、うんうん、その後バーって忘れるから。そっか。あの多分意味を分かってないでやってるよね。うん、あ、赤ね、赤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 ,赤みたいな頭頭ずっと何年何年赤赤赤,赤みたいなさ、あれ。えじゃ数学理理系だった文系だった？ あんと文系よねどう考えてもら体育系 <laughs> あまあ、そうそうだな <laughs> そうかそうか <laughs> そうかそうか理系文系体育系理系文体育系 <laughs> <laughs>、no、もっとやっとけばよかったなって思うけどまあね学生の時はわかんないよね何やってるかなんてねうん、そう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 そんな感じあとなん,なんかおすすめなんかポッドキャストとか何聞いてるのいつも <laughs> ポッドキャスト CAST はまあ別にあんま聞いてない。本当？うん。別に聞いてないな。特にこうこれとて言っては聞いてないな。あのー、私さ一個さ昔から好きな映画があってさ、OK。これがタイトルが思い出せない、ね、あそうじゃん。はい言ってみ。y、yes. e うんと。しかもどこの国かも忘れたわけ。ドイツじゃないんだよねあれは。OK。どっかの国のねお話でね。 昔の話まあ、それ話。アニメとかじゃなくて人,、ね、人がやってるね、うん、戦争中の話,戦時中の話文明を起こすのよね若い子たちがもうこんな国はやらーっ,つって文明を起こしてそれが革命革命を起こして、うん、で、戦争になるんだけど、まあ、そ,れもそれがインクルードされたような映画なんだけどさうんと、まあ、ものすごくうんあ,の、ね、あれが混ざってんの。ちょっと 歌いながらやるミュージカルみたいな感じの映画なわけ <laughs> いつ頃見た何年ぐらいの話<ー>90年代に出たような感じ、えー、の2000年だったよね昔は結構新しい、ねうん、ミュージカルそうでこれ多分カットだと思うものすごくうろ覚えだからでもすごい好きなわけ <laughs> いいよで あと何覚えてる？あれ、みんな歌を歌いながらその映画が映画をずっとやってるわけ。オッケー？ちょっ,とって待ってこれさ、Let me Let me k ね、Honey、Honey、ね、What was that movie I was talking about before, right? Like、um、レミゼラブル。えなんで知ってんの？いや私見たことないけど大体革命でミュージカルっていうとここら辺だよね。あ、そうなんだ。あ、うん。 いっつもこのさ映画が頭にスタックしてさであ見たいと思って見るの面白いのは面白いんと、ね、主人公はこれといって決まってないんだけど何か何人か出てきてその人たちのまあストーリーっていうかさ人生っていうか、えーうん、若い子の革命を起こす大学生の子だったりとかあと。 シングルマザーであの買収風にならなきゃいけない人の話とかあ,<ー>あとは奴隷でずっとあの船作ら,さ作らされたりとかして覚えてんじゃんんで<や> <laughs> 言わないんで <laughs> そこ <laughs> そう奴隷として使えたけどあんたが私に与えたヒント革命ミュージカル <laughs> ドイツじゃない <laughs> ドイツじゃないけどどっか <laughs> 昔のやつ これが監督の,この、ね、奴隷として働いてた人がっと逃走するわけよもう嫌になっちゃってねうん、うん、逃走するんだけど何年か後にさんと市長だからになるわけよねうん、うん、で戻ってくるのでそれでその要は昔さその奴隷として働いてた時に逃げ,逃げたわけじゃん、まあ、これはその法に廃するから、うん、本当は罰せられるんだけども逃げ切ったわけよで。それのことを知っている人 メイヤーになってから知ってる人が出てきて、うん、危ないって書こと感じになるわけよ<ー>で逃げー逃げるんだけどさ娘と一緒にの、うん、とか面白いね、うん、へぇーそ<う>ちょっと見てみるわレ・ミゼラブルっていう映画日本映画はあんまり見ないスタッなってな、ね、いえー、どういうのがあったかな日本の映画うん。 私日本映画結構好きでさ何が好きあの是枝監督のはすごい好き全部どういうやつ是枝さん最終形最終形のやつなんだったっけこれ <laughs> 枝さん「そして父になる」とかうわそして父になるはすごいよかったよねえそれってちょっとさアニメっぽいのうんうんすのやつじゃなくて違う違う是枝監督は<ー>あの普通の,普通の映画っていうかいやでも彼の映画はすごいねどういうストーリーなわけいい なんかど,どういう映画を作るの,その大体家族の話あ<ー>すっごい面白い<ー>わそうくるかみたいなへえ<ー>いやそして「父になる」はすごいよかったねえどういうストーリーなわけそして「父になるは」は、うん、子供が病院かなんかで確か入れ違っちゃうんだよねあ<ー>それが何年か後にもう自分の子として育ってきた,た子よが<ん>あなたの子じゃありません っってなって、うん、でじゃあ自分の血のつながった息子はどこなんだってなって、うん、会うわけよ、うん、でまあその自分の血のつながった子供を育ててた家族もいるわけよそう、ね、でじゃあどうすんだってじゃあ今まで自分が子供として育ててきた子を手放して、うん、今更だけど交換して元に戻すのか血縁関係があるから、うん、っていう話ああ あるね、結構ちょっと社会問題っぽいんだけど大体いつでも、ね、でもすっごい面白いこれ枝監督のはマジで今度ね新しいやつが出るからそれも、ね、映画館で見たいんだけどいつ来るかどうかは分かりません、ね、アメリカになんかそれ系のドキュメンタリーは結構あるようなあドキュメンタリーとかねね,ねスイッチしちゃった系とかあ,<ー>あとはあのスパムドナー,ーお父さんがだからお父さんずっと分からないとか。 あ海町ダイアリーも良かったね何それ海町ダイアリーは3人は三人兄弟がいて、うん、もう大きいのよ二十歳超えてる女の子3人で、うん、お母さんとお父さんがもう別れてて、うん、お父さんが新しい奥さんと、まあ、もう再婚したんだけど、うん、再婚してた後にそにお父さんが亡くなっちゃうわけよ、うん、でお葬式に来てくれと。 腹違いの妹がいるのに。はあ、が分かったね。そのお葬式で確か。うん、で、その子は多分中学生とかで。うん、その三人兄弟、三人姉妹が。うちに一緒に来て、じゃあ、一緒に暮らそうっていう話。わかる。だから、自分の腹違いの。姉妹。と。そう、一緒に生活し始めるって。えー、で、それが全部。 あの鎌倉とかの,ス,あのステージセッティングののああなのお家もすっごいかわいい古民家みたいなところに住んでて、えー、すっごい面白いよえそれ映画映画え。なるほど小枝さんは面白いし <laughs> 私でも一番推してるのはさ「キツツきと雨」っていう映画があって、はい、そのまま日本映画なんだけど「うん、キツツきと雨」はめちゃくちゃ面白いあの「<laughs> すんごいなよい映画監督がゾンビ映画を作りたいって言って、うん、めっちゃ低予算のなんかゾンビ映画を作るのよ。はい、田舎のど田舎の村の人たちと一緒に作るんだけどそれをなんか助けてくれる工事現場,なんかあ工事現場じゃねえやなんか何あの木を切ってさ。 んかそういう木,の木を切る作業を,いをしてるおじさんがいろいろ助けてくれるっていう話なんだけど。<laughs> <laughs> <laughs> まあね面白いんだよそからちょっとあとでリンク送ってあげるねあ<ー>それこれさネットフリックスで見れるのかないやーそれがねないのよ結構よ、ね、あでもねもしかしたら日本は、うん、あの u ー n e x t とか u ー n e x t っていうさフールみたいなあフールにも入ってるかもしれないわかんないけどあ<ー>そう日本のフールとアメリカのフール違うじゃんねあそうなんだそう日本のフールいっぱいあるだよえー、えー、そうなのねあまどっかにあるかもしれないけど「キツツキと雨」は面白いよあ本ほんと なんかさたまにさ私は結構ドキュメンタリーとか、えー、っと好きなんだけどでもあのたまにものすごくやっぱりそういうさお笑い系は絶対に必要見たくなっちゃう。ねうん、YouTube とかでも私結構そのお笑い系聞いてることが多いな。 私もたまに滑らない話とかもなんかそうそ <laughs> 4時間四時間流しっぱなしみたいなやつがすごい近づに戻るよなうんいやうちらの時代はさめちゃイケとかで育ってきてるからねそうなわけえ待ってあのさ、うん、私最近さ聞いてるポッドキャストがあって、うん、めちゃイケっぽいの <laughs> 私が聞いてるポッドキャスト「ロバート秋山」あ<っ>「ロバート秋山の俺のメモ帳」ってやつがあって。 ロバート秋山めっちゃ面白いなこのポッドキャストでもさこの人ってすごくさあのー、もう自分自分のやりたいようにやるよねそうだなんかさ全然流れとか関係なく自分のやりたいようにやるくけないいやロバート秋山は本当に天才だと思うねどっかがみんなが生活の中で思ってるなんだろう変だなこれっていうのをはい。 もうポイント,アウトすの、うんのでもさそういうのって大体さ別にもうみんな気にせず流してるじゃない忘れ,てる、ね、忘れてるじゃんうそういうのポイントアウトすんなよなんか実家とかにあるさそばかすのあるさなんかこう赤髪の女の子の人形とかなかったわ <laughs> <laughs> かるななんんんかかかカントリー調のおばあちゃんとかがこうなんか <laughs> 作ったようなやつ。はい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 なんか記憶のどっかにあるでしょ。なんか変ななんとか人形みたいな。なんとか人形みたいなやつ。フランス人形みたいでしょ。そう。うん。なんか80年代かなんかに流行ったやつ。なん,ね、なんなのってやつとかさ、あとトイレにトイレのこのタンクの上に置いてある増加。とかさ、うわーとあと何あのハガキのあそう。 当選は発想を持って返させていただきますっていうセリフがいっつも流るんじゃん。当選は発想を持って返す。なんか応募応募はこちらこちらまでお願いします。当選は発想を持って返させていただきます。絶対言うじゃん。あれどういう意味？え、私が思ってたのは、オッケー、送るじゃん。みんな。じゃあ百人送ったとするじゃんかそこに。で応募したじゃん。欲しいから何かをね。でそれで。 私が当たったらもう直接物がうちに来るね。でそれであ私が当たったのにねイェーイってなっておしまい。だから別に発表もせんし送ってよくそこまで理解を追いついてたねと思ったけど全然意味わかんなかった。<laughs> そう <laughs> って回答していただけ。てうかもうそこに多分注意もしてないんだよね。日本語っちゃ日本語やね。ああ私なんか注意も。 考えもしなかったけど、はい、言われてみたらあれどういう意味だったみたいなさ、<laughs> そういうのずーっと話してんの。めっちゃ面白いからちょっと見てくれよ今度。なんかちょっと同じ匂いがするねうちら <laughs> そうだね。そうじゃない。いやーちょっとね見てほしいね。ああ嘘そうだねそれ。<laughs> あのあでまたこれもリンク送ってきますね。はい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 。なんかねハワイに引っ越してきた時にね。うん。 うんとブックオフに行ったわけハワイにあるブックオフ<ー>日本の会社をね、うん、でそこであの「このね、瞑想ヨガ入門」っていう本があったの、うん、でもう2ドルとかだったんだよ<ー>でまあ古本だよいやいや、うん、古本であまあ、日,本の日本の本だし、まあ、ヨガのなんだろうヨガってさやるだけじゃなくてさもう意味がものすごいあるからさその、うん 根本的なものを知りたかったわねヨガについて。うん、でそれを説明してくれるかなと思ってとりあえずまあ二度だから買ったんだよ。で家によ帰って読んだらなんか結局本当にあのー、なんかさあのなんていうのバイブルみたいな感じヨガのあ<ー>みたいなことが書いてあったわけ。はい、で私的にはすごい読みやすかったんだよね。うん、なんかヨガはどういうものかとかさ。うん うんとそのヨガの歴史もそうだしだからヨガやってる人にはすごいおすすめでなんかヨガってねやってるとねちょっとね迷子になり始めたりとかするの。わかなんか中にはさえと体の健康を目的にねあの痩せたいからとかそういうのでやる人もいるしあとは本当にほら瞑想とかそういうのも含めてやりたいっていうとかもいるしいろんな目的を持ってヨガをやる人がいるんだよね。 ででそれで私の友達とかのヨガのインストラクターやってるんだけどずっとやってるとなんか迷子になっちゃうずっと前に毎週同じ曜日に教え続けて同じ人に同じ人たち生徒さんか、うん、で教え続けてさでそれぞれの生徒さんで目的も違うからさこの生徒さんを今度次のベルにレベルに持っていきたいと思った時に。 こうほらやっぱり教える側に責任があるっていうかさどう連れていくかっていうところじゃんでそこでそのヨガの基本を持ってないとちょっとこうずれちゃうそう忘れちゃうでなんかそういった時になんかこういった本ってなんかもう思い出させてくれるっていうかさう、まあね、何が大事、うん、なのか別にそれを,を主としてやらなくていいんだけど自分自身は。だけど知ることって 大事じゃん。うんうん。だからさ、なんかすごい良かった。へえ<ー>。からおすすめ、瞑想用が入門。うん、えっと。瞑想の仕方とかも書いてある。はそう、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 そう。そういうこと。うん、瞑想の仕方、そう。あきら。わたもとさん。うん、また、わたもとあきらさんが書いた本でございます。面白いね。はい。この間、私たちが一緒にお出かけしてたら、声かけてくれた。ひみさん。ひみさん。 聞いてる、可愛かったね。可愛かったね、姫さんね。あの、服がめっちゃ可愛かったの、帽子と。しかも、なんか本人自体もすごく恥ずかしがり屋、さんな感じなんだけど。声かけて。こうね、ぶっ飛んでる感じが伝わってきて。そうなんてだよ。さ、違う、私さ、一番最初さ、こうレジに。待ってて、姉さんが会計してんの。なんか、ふんふん、ふんって思って、なんか。すささささってきてさ、目の前にさ。あ、もうリーチアップしてくれた、の彼女から。なんかポッドキャスト。 ポ、うん、ッドキャストなんとかかんとかって言われてあ<ー>私たぶん耳が英語って思ってたからあ<ー>何を言ってんだろうと思ったんだよね。<ー>そうしてなんかんかって言ってなんか何回か言ってくれたんだけど全然私理解できなくって「うん?ん」って言って「なんかポッドキャスト」って言って「は <laughs> ついに出た!」と思ってあ<ー>もうレ,オレアポケモン発見みたいな状態になっちゃったわけ。い <laughs> やーみたいなね。 良かっで声掛けてございました。だ姉さんたぶんね、ほら何何人かもう声掛けてもらってる人とかあると、うわっでしょ。うわって言う。私もうわって。超大作だね。ね。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか私もちょっとテンパっちゃって何を言ったか全然覚えてないんですけど。そうだよね。でも嬉しいよね。声掛けられるとね。まあうちらはね、はちゃめちゃになんか勝手にやってますけど、やっぱりオーディエンスというかリスナーがいて。 なんぼのも問題でね。そうだよね。ぜひぜひ声かけてほしいよね。いや本当に励みになりますわ。本当そうだよね。やる気になるよね。あ本当にいたみたいな。本当に。だって私たちからしたら数字で見てるの。そうそうあとまあコメントでね来てもらってるので見るぐらいだから本当にいたんだみたいな。でもさ例えばさ三百ビュー YouTube でね三百ビューって作っとするじゃん。サウンド的に少ないけどもさ。 300人目の前に人来てみそれがバッて見てんだでびっくりだよ300人来てみそドアノックして「聞きみました」って300人見たでめっちゃポジティブな考え方じゃないでも本当実際にそうだからだからああいうナンバーの出し方だとどうしてもねんかそういう感じになり考えやすいじゃんあまだ少ない30だけ三0だけなのとかさだけどいやもう300いるだけです1人でもですよ 本当そう。すごいんだよ。本当に感謝です。ありがとうございます。うん、本当にそうだね。いやーね、うん、面白かったわ。面白い体験でした。はい、皆さんのあれをあのー、おすすめとかあとやってほしいこととか書いてや。本当よね。なんから本当にだから <laughs> そのコメントぐらいしかさ、<laughs> 何やりとり。まあほら DM とかたまに送ってくれる方いらっしゃってそれはすごい楽しいし。 嬉しいんだけどさ、やっぱそういうところでしかコミュニケーション取れないからさ。そうだよね。頼みますわ。うんうんうん。一方通行だけだとね。ちょっと寂しいからさ。うんうんうん。そうだね。頑張ってやっていきましょう。ということで。はい。えっと。今夜もありがとうございました。今夜もありがとうございました。私たちは。はい。アップルカットポッドキャスト。アンカー。 アンカースラッシュスポティファイスポティファイグーグルポッドキャスト YouTube アマゾンアマゾンはいで発信をしています、はい、なので聞いてよ聞いてください、はい、ということで本日もありがとうございましたありがとうございましたそれでは皆さんおやすみなさい,おやすみなさい